アロー航空、航空は、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミの、マイアミ国際空港を本拠地としている、貨物航空会社、チャータービン運航会社である。アメリカ国内、カナダ及び、中南米路線を運航していたが、2010年7月1日に2度目となる、連邦倒産法第11章の適用を申請、倒産した。1947年。 貨物専用航空会社として設立された。以降長く貨物専用航空会社として運航していたが、時にはアメリカ軍兵士の輸送も担当した。そのため、日本の横田基地へも飛来経験がある。ロッキード L-1011 から200回ダグラス、DC-8 から 73CF、マクドネルダグラス DC-10 から10また、 1970年代から1986年にかけて定期旅客便も運行していた。機材には、ロッキード L-1011 トライスターや、マクドネルダグラス DC-10、ダグラス DC-8 などを使用し、ニューヨークのジョン F ・ケネディ国際空港を呼び、プエルトリコのルイス・ムニオス・マリン国際空港を拠点として運行していたが1986年には、 運行を停止し、以降は、貨物便専門の会社に戻った。ボーイング707から324シード時期には、ミッドパシフィックエアに乗務員込みでボーイング707型機を、リースし、ミッドパシフィックアローのブランド名で、ホノルル国際空港とパゴッパゴ国際空港や、アメリカ合衆国本土西海岸のバーバンク空港や、ジョンウェイン空港等との間でも広範囲に、 定期便サービスを展開していた。ファイン航空のダグラス DC-8 から62回ファイン航空のロッキード L-1011。1999年に同じ貨物航空会社のファインエアにより子会社とされるが、2000年にはそのファインエアが倒産してしまう。アロー航空。 ファインエアともに運行を継続していたものの、アローコークルも2004年に倒産してしまった。その後連邦倒産法第11章を適用し、経営再建に取り組んでいたものの状況は好転せず、2010年6月29日に全ての便の運行を中止し、同年7月1日には2度目となる連邦倒産法第11章の適用を受け、倒産した。 今後スポンサーが現れなければ、会社の資産を生産し、60年以上の歴史を持っていたアロー航空は消滅することとなる。2008年2月現在の保有機材は、以下の通り。ボーイング757マクドネルダグラス DC-10F マクドネルダグラス DC-10 から30回ダグラス DC、DC-8 から63回アロー航空は、過去に3件の事故を起こしている。 うち人身事故は1件だが、その1件が非常に大規模なものであった。アロー航空1285便墜落事故の同景機ロンドンガトウィック空港で撮影された DC-12005 年現在の就航地は以下の通りである。イキトス、ボゴタ、リマ、パナマシティ、サンホセ、サンフアン、サントドミンゴ、サンティアゴデロスカバリエロス。 ポルトープランスワロー航空 DBA の就航地は以下の通りである。ありがとうございます。